車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は軽井沢ユーロミーティングに来ております。というわけでモンドグループも出展してるんでこんな感じです。毎年同様、各アメタンメーカーのホイール展示をさせていただいております。 AL に1886にベロスに、あとアナーキー、最近またなんか勢いありますよね。そして特に今年注目の AG もこんな感じで展示してます。あれ MV がない思いますよね。あのなんとですね、 MV 箱と中身が違っててですね、間違えて全然違うホイールを持ってきてしまうっていう失態を犯してしまったんですけれども、ご安心ください。展示してる車の方に MV が装着されてございます。というわけで今回は以前動画でもご紹介した992GT3、こちらを展示させていただいております。まあこれは別にカスタムの紹介している動画あるんで、よかったらそちらも見ていただけるといいんじゃないかなと思います。MV がこんな感じで前後装着されて、あとはテックアウトのパーツが一通りついてる、こんな個体でございます。リップに、サイドスカートに、ミラーに、ウイングに、リアディフューザー。こんな感じです。なかなかここまで仕上がってる車見る機会ないと思うので、まあ、イベントで見ていただけるのは本当にいいタイミングじゃないかなと思います。そしてですね、会場の様子としてはこんな感じ、出展者が外をこうぐるっと囲ってて、中には今日何台ぐらい来てるんですかね、多分200台以上来てるんじゃないかな。こんな感じで、で天候もイベント日和で絶好の天気の中開催されております。気候もちょうどいいんで、まあ、半袖で、まあ、日差しが出るとちょっと暑いぐらいなんで、こんな感じのところでイベントをやっております。さあというわけでここからは名古屋店の飯村店長と一緒に会場を回ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあどうしますか。どうしますか。どっちから行く。とりあえず橋本さんの車触れなくて大丈夫ですか。大丈夫。今回書いてたもん。あ、そうですね。鈴木さん書いちゃいましたけど、今回橋本さんは BM2 台 G 型の M2。 今さん M2 乗りました。乗ってない。乗ってないですか。やばいっすよ、めちゃくちゃいい車、中身ほとんどは M4 なんですよね。あ、みたいね。そう、タイヤもフロント275リア285かな、忘れちゃいましたけど、もうタイヤサイズも M4 と一緒。あ、そういうことなの。そう、だからホイールベースが短いだけ。え、ホイールマッチングは。わ、マッチングまで分かんないですけど、ほぼ一緒じゃないですか。だってトレッドも一緒っすよ。そう、だからむちゃくちゃ速いんですよ。ちょっと飯村さんいじった BM が見たい。いじりたい。BM やりたい。というわけで橋本コーポレーションさんのブースがあったりとか、輸入車で聞いたことあるあのブランドとかメーカーさん結構出展されてますよね。そうね、そうね。ニュースピードさんもそうだし、安倍商会さんも、HRE じゃあ、はい、あ、HRE も、うん、で今回、あれこれ去年デジャブじゃないっすよね。そう、はい、だから言ったんですよ、はい、去年の写真と今年の写真一緒になっちゃうよって、はい、いい、それでもいい。あのうちのメディア担当に写真撮って送ったら、あれこれ去年のじゃないですよね。去年と一緒じゃないですか。あ、シーって言ってますけど、はい、こんな感じで名古屋で制作させていただいた SL を展示してたりとか、はい、あとは本当に今回出展 いつもより多いですかね。そんなことないですか。出展は多分変わってないんじゃないかな。変わんないですか。毎年まで16回目みたいです ね、すごいですね。でうち16回全部出してるんですか。出してる、はい。一番最初はなんか軽井沢のスケートセンターのなんか駐車場でやってた。あ、でアダムスポリッシュさん、 BC レーシング、はい、この辺も BTB っていつものメンバー、はい、ニュートレイルさんのセカンドブランドのオイル入ったりとか、はい、あとやってまいりましたパノラマクラフトさん、すごいっすよね。 HRE かっこいい、ね、かっこいい。まんま狭にこんなのいましたよね。いた。もうアメリカ乗りじゃないですか。というわけでこの紫色に HRE の501でしたっけ。501、21、21で G 型って前後異形だからどう履くか悩みますよね。悩みます、はい、悩みます。
で今回はこちら2121っていないんでね、あんまり2121あんまりいないっすよね。そうっすよね、うん、だいたい2021か2020フロントがこれエアっすよね。エアっす。エアでもうベタベタになってこのドデカホイールが収まっております。はい、これリップはイギリスですね、はい、まだ日本であんまり入ってないかな、へぇーっていうところのへぇー入れて結構物良かったですね、ドライで。これいいっすね、はい、なんか出づらちょうどいい。そうですね、ちょうどいい。これ中もかっこいいんですよね、白黒のこんな内装、ね、普段乗りもこなせてそのままショーにもエントリーできるという、これかっこいいな。かっこいいな。かっこいいっすね、かっこいいな。というわけでパノラマクラフトさんの車でした。ありがとうございます。あとなんとなくですけどちょっとネオクラも結構多いっすよね。そうだね、確かに、はい、この辺の車とかあとホイールのこのバラエティのこう多さというか思わない、軽井沢ちょっと特殊っすよね、車のイベントでも。確かに、もう純正のそういうなんていうんですか、流用から流用、ね、そう、うん、OZ から HRE から BC からとにかくもうそう BBS もいて、もいて割と結構偏るじゃないですか。確かに、確かにスタンス系のイベントだったりすると それがもうとにかくもう全然見たことないホイール配したりと か、うん、だから車のこのレパートリーもすごいですよね、うんうん、だってボルボのリフトアップとかいましたよ。あ、見た見ました、ステーションワゴンのリフトアップ、あれあれすごいですよね。なんか850でマニュアルとかもいたよね。え、マジっすか。なかなかだって街で見ないじゃないですか。見ない、ね、いじったボルボをそんな見ないですよね。そうね。というわけでこの辺もがっつり、アルテオンも、アルテオンが意外と多いですよね。そう、そして今年どういうわけかゴルフがあんまりいない。あ、確かに、あそこセブンが2台いますけどゴルフが意外にいないんですよね。エイトだって1台もいないですもんね。あ、そうね、アルテオンはめちゃめちゃいます。そして MGGT がいたりとか、足元もだから本当にすごいですね、いろいろですよね。でもそんな中でもありがたいのにことにあの BC 結構多いんですよ。意外とね、多いです多いです、うんうん、多い。ボルボに BC、ね、そしてこっち HRE、 HRE、 そしてアルテオンベタベタロティフォーム、はい、あ、パラメーラ、これ BC ですよね。 BC、 これリアのコンケーブがすごいね。いやー、で下げて、あ、これ名古屋店で作った、お、製作させていただいた M2 じゃないですか。車高をあの乗りやすいようにと思ってちょっと上げ目で納車したらクレームが入ってありねえと、はい、再入庫して下げるというこれかっこいいっすね、うん、M4 ロッディフォームベタベタ、あ、愛知県、レガロの白い、あ、ボッセ、あ、ブレーキも入ってますよこれ。本当だ、ね、あれこれ純正じゃないですよね、糸。純正じゃないんじゃない？へえ、ブレーキも入ってる。OZ、シュニッツァー。そう、このミニがすごいってちょっと。あ、このミニね、はい、うん。うちのテントでざわついてましたよね。うん、かっこいい。カップ2履いてるんですよ。ね。すごいね。これ大丈夫なんですか？これ。これはダメですね。靴入らないです、ね。入らない。はい。当たる。当たりますね。当たってる。まあ、フロントは多少キャンバーつければ、でしかもこの LM 磨いてあるっすね、リムが。本当だ、ピカピカ、はあ。え、しかも裏組にタイヤし直してんじゃないかな、多分。そういうこと。そう、多分これ裏組にし直したんですよ、ね、ホイールの話。でタイヤは2センターディスクがアウターリップが 2P だからあれか。そう、裏からリムの、はい、上側に乗るはずが、あ、じゃあゴールドの面積がちょっと少なくなった。そうですね、そうですね、そうですね。へえ。で2154517だからワンサイズだけアップですけど、でもタイヤが多分カップ2だからめちゃくちゃ太いんですよ、ね。そうね、そうね。実寸より、うん。だってリアのフェンダーも形変わってるさ。ね。当たってる。これすごい。ロールケージ入ってフルバケ2脚で、これすごいっすね。すごいね。あと軽井沢ってあの積載エントリーがほぼいないんですよ ね、 ないよね、みんな自走してくるんですよね。そう、
思った。だちょうどあのエントリーの通り道がうちのテントの後ろだったんですけど、うん、みんなもうすごいこう、そう乗り心地でもうなんかすごい動きをしながら、はい、46はい、あこれ CSL なんですか。本物、あ本当だ本物だ、本物です。センターコンソールがちゃんとカーボン。じゃあこのダクテールも本物ですか。本物です。すげえ、こんなん今いくらするんですか。いや相当高いね。やばこの前あれなんだっけ、イベンチュリー行った時も、はい、イギリスでも値段が相当上がってて、で2台あの持ってるっつってた。マジですか。寝かしてるって。すごいね。でもかっこいいもんな 46M さん、ね、いやでもだけもうF 型より高いっすよ。うん、やっぱり 46M さんは、ね、いやまあまあまあそうっすね、完成形ではありますよ、ね。うん、この辺の車かっこいいっすね。ね、みんなベッタベタ。うん。HRE とか入って。R8 がこんな感じで、これムーンテックさんのブースでございます。これ全部フードがカーボンになってて、ベッタベタっすね。ね。で何気にこっちもあの日産の NV の US コンバージョンって。ね。あ、うん、かわいい。顔が。あ、これもすげえな。これはおっさんの泊まったやつですよね。あったかも。はあ、このホイール見覚えがあるんだよ、ね、うん、あったあった、はあ、というわけでこれこの色映えますよね、うん、これもすごいですね。これ BC じゃなかったっけ。 BC っすね。そうだよね。ちょっとこのメッシュの BC リアのコンケーブがこれすごいっす ね、 ね、すごいよ。この角度から見たらとんでもないよ。超逆反り、お分かりいただけますでしょうか。本当にすり鉢状になってる。すごいよね。僕はルーテシアいいなと思ったんですよね。ルンのルノールーテシア、あ白いホイール入ってる。そう、はいはいはい、BC の白いホイール入って、あこれね言ってた、これ可愛くないですか。可愛いね、うん、白い BC で、あこれ BC なんだ。そうなんですよ。へえ。でベタベタで、でしかも中がこのレカロの、本当だ、はいはい、でしかもそれも白なんですよ。うーん、ちょっとおしゃれと思って、ね、いいっすよね、うん、可愛い。ルノースポーツ、ああこういう BC の使い方ね。いいっすよね、うんはあうん、すごくいいと思う、うん、こんな感じ、はあ、かわいいんだよな。いいね、はあ、かわいいって言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、うんうんはあ、でこっちは MCC コンプリートさん、すごい台数、はい、毎年結構な台数でエントリーされてますよ ね、うん、ね、金井先輩どれを取っていけばいいですか。全部、まあ、新作は、まあ、これはこの2台はサロンだ、はい、この新作これ、はい、この2台オートサロンでも紹介してますよね。してます、はい、してます。488とミニの GP と、はい、多分世界一低いんじゃないかっていう、そうですね、ミニの GP 低、はい、あとこっちが新作なんですか。最近出来上がったばっかりですね。これも足元 BC、アサス、ブレーキも入ってるじゃないですか。ブレーキもフロントもうちのカーボンリップ。あ、これですか。ネクストイノベーションのリップもこんな感じでついて。これ低いっすね。あれどこまでが金井さんちの車ですか。これ黄色いとこまでですね。え、マジですか。あの全部 MCC さん関係のエントリーでございました。すごい。え、15台ぐらいいるってことですか。あ、この裏もそうですね。あの30台全部で、全部そうでした。すげえ。今田さん発見しましたよ。いた、はい、車高上げのボルボ、これすごいっすね。これどうやって上げてんですかね。バネですかね。車高調だ。すげえ。スタビだけ下げてあるっすね。すごい、こんなのがいたり、ね、というわけで本当にレパートリーがもう大変なことになってるユーロミーティング毎年ですね。いやちょっと金井さんちのこのエントリーはすごい、ね、ちょっともう引きました。全部 MCC さんのエントリーということで。さあというわけで今回は軽井沢ユーロミーティングの様子をちょっとだけお届けいたしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。